はい、注目に最前のコーナーです。観客の方です。はい、ポチです。はい、まあ二歳女王決定戦の次は今週はボバの決定戦ということで、はい、朝日杯フューチュリティステークスが阪神競馬場で行われます。はいはい、どうでしょう、メンツは。うん、そうですね、まあ来週のホープフルステークスの方に、うん、どちらかというとクラシック級の馬は変わったのかなという印象もありますけど、うん、まあ、分散しますよね、やっぱりね、うん、まあ、そんな中で注目を集めるのはまず、まあ、デイリーハイ2歳ステークスをね、3馬身半差で解消したエアスピネイということになりそうな感じですけれどもね、はい、まあ、強かったですよね。そうですね、うん、まあ、なんといっても武豊騎手の記録が、はい、そうですね、全 G1 制がね、はい、かかってるところに王手をかけて、さあどうなのというところなんですけど、まあ決め手が確かにありそうなんでね、阪神、はい、でデビュー戦も阪神の戦力で勝ってますし、まあ舞台設定は言うことないのかなというところで、まあ、中心の存在で意義はないですか。そうですね、まあ、競馬も上手ですしね、はいはいはい、まあその馬を任す候補というところになるんですけど、まあとりあえず重賞勝ち馬からいきましょうか。まあ慶応杯勝ったのがボールライトニングというダイヤメジャータンク、絶好調のねダイヤメジャータンクでしたけど、こちらもまあ2戦2勝で同じく来てるんですけど、まあ戦4戦4と来てるので、さあ戦力でどうだっていうところですね、こちらはね。そうですね、まあこれもセンスの良さが一番の武器かなと、はいはい、楽に先行できるんでね、はい、まあ、この間スローペースでね、展開的にちょっと恵まれた部分もあったかもしれないですけど、うん、内容的には本当に強かったですしね。そうですね、距離もあと一回るなら、はい、なんとかなりそうな感じがしますね、うん、はい、まあ、続いてというかですね、まあ一応慶応杯のくくりでいくとアドマイアモラールが2着だったんですけど、まあ関東馬ですね、まあなかなか勝てなかったの3回目で勝って、重賞でも、まあ、能力は足りるところを示したというところで、これは距離伸びていいんじゃないですかね。そうですね、まあ、決闘的には短いとこ向きなのかなという感じしますけど、そうですね、うん、結構ゆったりとした、はい、走りをするんでね、うん、戦力全然問題なさそうですよね、はい、続いてはイモータル、菅井啓太も、まあ、サウジアラビアロイヤルカップが花さん2着でちょっとあの砂漠の手間取ったかなというところがあって、はい、その隙に勝ち馬のブレイブスマッシュに先に抜け出されて届かず、はい、というところでしたけれども、まあ、負けて強しというか、まあ、能力は改めて感じたんですけど私は、はい、ね、そうですね、まあ、そこの、まあ、勝ちに等しい内容だったと思いますね、うん、まあ、新潟のデビュー戦も大楽勝でしたしね、はい、まあ、ちょっと添えで一息入れて、どこから指導するかというところだったんですけど、まあ、なんとか落ち着いて、こちらに来たということで、まあ、なんといってもムーア騎手を鞍上に迎えますのでね、そのあたりでこう、まあ、ポテンシャル的には、エアスピネルとも引けを取らないかなという印象がありますね、はいはい、まあ、あとその他、まあ、習字とかもあるんですけど、まあ、この辺は距離が一つのポイントになるかなと、折り合いとね、あるんですけど、あと注目集めそうなのがリオンディーズですね、ピカニアの弟ということで、まあ、デビュー戦強かったんですよね、はい、まあ、2000m で勝って戦力というところでね、これこそホープフルエースに回ってくるんじゃないかと思ってます。思いきやですよ、うん、まあどうなんでしょうね、まあ、未知の魅力というか、こういうまでも、ね、勝ち負けになるのが2歳 G1 であったりするんですけどね、まあ、上積みはあるんじゃないかなというところで、まあ、ここに参戦してきた住調教師の、ね、判断がどう出るのか、はい、うん、いろんな意味で注目を集める馬だと思います、はい、そのところですか。あとはちょっと穴っぽいところではどうでしょう。まあ、上原球者に投打してきてる湘南ライズなんかも、うん、そうですね、ちょっと面白い一投な気はするんですけど、
はい、まあ、長く本当にいい足を使えるタイプで、はい、簡単にはバテないところがあるんで、はいはい、まだそこも見せてない感じですし、そうですね、まあ、一瞬前池田騎手が見本にね、そうですね、乗りに来てたぐらいですから、ですから、はい、まあ、そうすると勝ってるんだろうなと思わせるところありますので、はい、まあ、そのあたりが有力かなというところですね。はい、まあ、なんといっても注目は武豊騎手の大記録がなるかと、そうですね、ここです、すごい記録だと思います、勝った、はいはい、あとは、まあ、新馬戦が年内で駆け込みでそろそろ込み出してきているところなんですけど、まあ、今週はこの馬を差し置いて、ないかなっていう感じですけど、先週のギャロップで、超馬スプーンで紹介したショパン、ね、お母さんエアグルーヴのラストクロップ、はい、正真正銘のラストクロップですが、ミルコ・デグロキスとのコンビで、12月20日朝日杯の日ですね、 2000m でデビューということで、楽しみですね、はい、うん、まあ、いろいろ弱いところがあるね、血統なんですけど、なんとか年内に間に合ったと、もっと遅くなるかなと思ってたんですけど、なかなかコンパクトな作りらしくて、見た目以上にまだしっかり見せるとギュッと詰まった感じということでね、はい、まあ、この馬のデビュー戦もということで、日曜日は楽しみですね、阪神競馬場は、そうですね、見どころの多い一日になりそうなので、はい、ぜひお楽しみにいただきたいと思います。はい、今週はこの辺りで、はい、ですね、はい、ということで、はい、以上です。